はい、どうぞ。ただいま。おい。あ、あれは。元気だった。うん、俺は元気だったけど、お前治ったの？お、元気元気。もうタバコやめたし。あ、ギリでも飲む？終わりね。うん、いいよいいよ。まだ外、寒いな。え、なに？ホットにしようか？あ、このままでいいよ。入院とかしたの？うん、そんなにひどくねえよ。通院だけ。ちょっとな。あ、そうだ、お土産あるんだ。あ、兄貴がさ、ハワイ旅行行ってきてさ、俺吸えないからお前にやるよ。うわー、ありがとう。もう今日初めて俺今吸ってみたら。いや、やめとくよ。お前の体にいい悪いっす。大丈夫、気使うなって。そうか、ちょっと吸ってみようかな。いや、これ濃いな、これな。お前似合うな、ハマキ。そうか、似合うとしてもないだろう。なんかどっかの社長みたいだよ。俺が？お前ヒゲ生えてるからな。まあ、こんなん釣ってるとさ、キューバどっかの社長ってかな。社長ってよ。何よ。いや、昔さ、クラスのやつのキツナガに木の枝ぶっ刺してさ、いじめたりしててさ。そんなことしてたんだ。うん、あとね、肛門下の数数えたりとかさ、チンコの皮のビビダン何発するのかあったりしてさ。それって変態じゃん。そう簡単に変態って言うなよ。明日さ、晴れたら花見でも行くか。
怖かったよ。だろ、俺も2回目だけどさ、ほら見て、まだ鳥肌立ってる。俺あの鉄の爪でキーって音苦手なんだよな。わかるわかる。あとさ、あの民間の声でもやめてくれよ。これ見てよさ、前に見たのが小5の時だったんだけど、まだビデオレンタルが1本1000円した時代。それで、うん、クラスの女子とさ何人かで女子ってお前懐かしいな、その呼び方。女子ってさ、うん、あ、女子の最近言わないじゃん面白いな、うん、女子か、女子な。それで何、え、続き。ああ、それであのビデオを見てたのね、女子と女子と、うん、女子と。それでさ、見終わった後風呂沸かしに行ったらさ、じいちゃんが風呂場で首つってて女子か女子。寝てるとフレディに殺されちゃうぞ。なんだこれ、お前これ、お前やめろよ、これフレ、お前やろう、お前バカ、くすぐってよ、ほら、この野郎、お前何が降りてきたよ、この野郎、お前寝てる方が悪っつってんだよ、やめろよ、やめろよ、この野郎、ほら、この野郎やめろって、これすごい、やめ、やめ、はい、シリー返しに来ました。やめた、遠くの方で祭り囃子の音。何時だったっけ、飛行機。8時、うん、じゃあ急がないと。うん、そうだな、うん、ここに行ったら水とか気をつけないとな。ああ、生水な。うん、生水。お腹壊しちゃうからな。水。準備は？うん。パスポート持った。持った。
出発出発よし、うん、持ってよ持ってよ、よいしょ。なあ、あと何枚？ない。結構撮ったな。そうな。あ、そうだ。骨格のテストしてあるよ。何それ？いいからさ、いいからいいから。骨格のテストしてあるよ。え？骨格のテスト。ん？まず両手出して、両手。はい。両手出して、そう、親指をね、鼻にこう押し当てて、そう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 、そう、鼻に押し当てて、もっとギュッと、うん、そうそうそう、そしたら今度人差し指出して、うん、そうそうそう、うん、こう目をね、垂れ目にすんの、うん、そう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 、ビチッて、垂れ目に、うん、そうそう、そしたらね、今度ね、そのままの状態で上の電気を見て、そのまま、うん、うん、うん、こうか。はい。あ、騙したなお前。お前すごい顔して今。おい、ちょっと、おい、ちょっと俺にも撮らせろよ。やだよ。ちょっと俺にも撮らせろよ。よし、撮ってやるぞ。絶対撮ってやるぞ。絶対に。よし。くっさー、お前、へしやがったな。お前こんなの負けねえぞ。ほら、おお、この野郎。俺女。お前、ほら、出ない、あれ。